ジョゼフ・ヘンリー・ジョー・エースとは、アメリカ合衆国、ノースカロライナ州バンコム軍、アシュビル出身の野球審判員、シンガーソングライターである。2009年より、世界審判協会の代表を務めている。審判番号は22。ニックネームは、カウボーイ上、カントリー上、イーストカロライナ大学とイーロン大学在学時は、フットボール選手だった。1974年に、 ジム・エヴァンス審判学校に入学し、野球の審判としてのキャリアをスタートさせる。翌1975年に A 級カロライナリーグで審判員デビューすると、早くも1976年9月14日にはメジャーデビューを果たした。2017年現在までにオールスター3度、ワールドシリーズ6度の出場経験がある。2004年には、 日本開幕戦と一郎のシーズン262安打達成試合で休審。2007年にはクレイバック・ホルツがメジャーデビュー2戦目でのノーヒットノーラン達成試合で休審を務めている。2021年5月25日のホワイトソックス対カージナルス戦で通算5376試合目の審判を務め、史上最多を更新した。審判業以外では、 シンガーソングライターとしても活動しており、1988年にはブルーカウボーイ、2008年にはダイヤモンドドリームスというタイトルの CD をリリースしている。ありがとうございます。